สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งสำหรับองค์ไกแตกต่างก็มีอีเวนต์ของ Cooking with Bakiri Bakiri นะBakiri ครับผมก็เลยต้องลงด่านเพิ่มขึ้นนะกลายเป็นนอกจากลงด่านบท18แล้วยังต้องมาลงด่านกิจกรรมอีกสตามิน่ามันเลยไม่ค่อยพอใช้นะครับวันนี้ก็เป็นวันว่างนะที่ไม่มี Open World นะครับก็ลุยบท5ให้จบกด5ก็เหลือ7ด่านนะโอเคครับมาดูในเรื่องกันต่อ作戦会重装ウサギสี่จุดสองก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับกฎหมายไม่มาเทเรซาแต่มี報告を聞いたぜどうやら第二律者は俺の方に向かってきてるらしいな俺の方が運がいいみてえだなジークフリート無茶はやめなさいあと10分で私もそっちに着くから10分なあテレサお前第二律者と対峙した時戦闘開始から負けるまでどれくらい持った4分50秒おいおいマジかよ第二律者はもう肉眼で見える距離にいるぞ2倍の時間持たせなきゃならないのかよもし正面衝突を避けられるのならああいや牽制作戦は俺の性に合わねえしテルサ、試してみるよ。ここで第二律者を殺すの。あんた、やっぱり最初から天下制裁で第二律者を道連れにする気だったのね、ジークフリート。そりゃそうだ。じゃな、テルサ。あ、そうそう。セシリアとキアナのことは頼んだぜ。待ちなさい、ジークフリート。了解です、艦長。艦長、次の目標は何ですか？それはカスラナ家に伝わる
天命組織にある聖遺物の中でも一二を争う破壊力を持つ武器。操縦の封印を解くと中心に眠る崩壊エネルギーが解放され、炎の体験となるの。その炎の体験にはどんな敵をも怪人に帰す力があるのよ。クソパパ、そんなに強かったんだ。待って、炎の体験ってどこかで見たことがあるような。確かパパが失踪した夜。クソ。キアナ、どうしたの？なんでもない。急にちょっと頭が痛くなっただけ。でも炎の体験を解放すると崩壊エネルギーが溢れ出すの。その溢れ出た崩壊エネルギーは使用者をも灰にしてしまうの。ジークフリート以前に点火制裁を使ったことでカスラナ家の人が3人死んでいるのよ。そんな、ダメ。クソパパをここで死なせるわけにはいかないわ。疲れちゃった。お待たせ、一緒に帰りましょう。巨大なくぼみはどうやってできたのかな。それは点火制裁の力が解放されたことによってできたものよ。くそ、ジークフリートの野郎、天下を。そんな、天下を使ったらクソパパ死んじゃうよ。了解です、艦長。艦長、せっ気をつけてください。お二人の周囲にはまだ強力な崩壊エネルギー反応があります。待って、くぼみの中心に崩壊獣がいる。炎の中で生き延びられるなんて。第二律者の眷属かしら。ふん、私たちの邪魔はさせないわよ。
です、艦長。心配してくるとは思わなかったわ。この声はセシリア？シベリアに到着したの？セシリア様、これがママの声。ええ、間に合ってよかったわ。でなければジークフリートはまだ生きているの？体の半分が火傷を負ってまだ危険な状態よ。頑張って治療するわ。二人は先に塔に向かって。治療が終わったら私もすぐに向かうわね。点火制裁の傷を治す？まさか黒煙白化を使ったの？でもそれじゃあなたの体が。テレサちゃんは心配しすぎよ。大丈夫、何も問題ないから。セシリア、ママの声ってこういう感じだったんだね。初めて聞いたわ。そうだ、塔に行けばママに会えるじゃない。ママに会うの初めてだわ。ちょっと不安かも。
結局セシリアの出撃を阻止できなかったわ。テレサ、ずっとセシリア様の出撃を阻止しようとしてたけど、どうして？セシリアは最強のバルキリーだけれど、娘を産んでからはずっと休養してたの。もしセシリアが参戦したら。そうだ、あの夢の中の声が、ママが第二次崩壊戦争で戦死するって言ってた。いや、ママをここで死なせはしないわ。バーチャルでもダメ。眠い。こんな簡単なクエストのために呼び出さないでよ。テレサちゃん、グッドニュースよ。ジークフリート、もう安心していいみたいなの。さすがはま、じゃなかった、セシリア様。天下制裁の火傷も治せちゃうなんて。いい知らせじゃないわよ。天下制裁の火傷を治せるのは、同じ聖遺物の黒炎白化だけ。でも黒炎白化を使うと、命と体力が大幅に削られるの。テレサちゃん、大丈夫よ。見て、今の私は元気そのものじゃない。そんなわけないでしょ。ジークフリートの傷を治したことで、あなたの体力が半分以下になってるじゃない。今の状態で第二律者と戦ったら。もし私一人で難しいようなら、テレサちゃんも一緒に戦ってね。セシリア、戦わないで。あなたここ一年ずっと体調が良くなかったじゃない。私はあなたを失いたくないの。それはダメよ、テレサちゃん。もし私たちが今引いたら、さらに多くの人が第二律者によって命を奪われるわ。人類を守るのがバルキリーの栄誉であり、使命よ。今から塔に向かうわ。了解です、艦長。ベルキーフカム。譲れないわ。
ちょっと…女の子にこんなことして…私の出番、奪わないでね。ファイヤー、目標、捕捉。ファイヤー、体力補充完了。その声、やっぱりキアナなのね。はい。あのね、お願いがあるの。セシリア様のお願いなら、たとえ命を懸けたとしてもやり遂げるわ。何でも言って。大げさね。ただ、ママって呼んでほしいの。お願い、お願い。あなたの声、本当に私が想像したうちの娘が大きくなってからの声と似てるのよ。ママ。もう大満足。録音しなくちゃ。そうだ、私もセシリア様にお願いしたいことがあるの。今回の任務、諦めて。理由を聞いてもいいかしら？テレサからセシリア様の体の状況が悪いって聞いて、しかもセシリア様はジークフリートを助けて体力を大幅に消耗して。そうね、体調も良くないし体力も消耗しているし、データを見ると第二律者はとても強いようだし、控えめに見積もっても第二律者に勝てる確率は 80% ね。 80%？ でもテレサたちすっごく心配してて。だからあの二人は心配しすぎなのよ。大丈夫大丈夫、あなたのママはとても強いのよ。ご飯を用意する時間がなくなるわ。せっせっ、やっは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 
バビロン実験室に到着するわ。なのに第二律者の痕跡がないわね。まさか。テルさん、気をつけて。さっきの崩壊獣がまた現れたよ。くそ、しつこいわね。第二律者のための時間稼ぎかしら。キアナ、一緒に倒すわよ。艦長、次の目標は何ですか？ちょっと…分解する生異物、黒煙白化よ。お疲れ様、テレサちゃん。ごめんなさいね、あなたの獲物を横取りしちゃって。相変わらず強いわね。さすがは天命最強のバルキリー、セシリア。褒めすぎよ、テレサちゃん。照れるわ。そうそう、あなたの隣にいる美少女がキアナね。セシリア…ママ…จบไปแล้วนะครับสำหรับบทที่5นะในที่สุดเคียน่าก็ได้เจอกับแม่ตุยก็เป็นเทพมิติจำลองนะครับโอเคมาดูกันต่อในบทที่6ในตอนนี้สตาร์ทหน้าก็เนี่ยมันไปต่อไม่ได้ละตัดเป็นบทๆเลยนะอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนิดหน่อยนะครับตัดออกนะตัดออกอย่าลืมไปเล่นกิจกรรมเข้าครัวนะครับมีมันก็จะได้ชิ้นส่วนบอสกับกระจกที่เอาไว้อัพเกรดอาวุธนะ 4.2 ใกล้จะมาแล้วนะครับดองทรัพยากรไปด้วยนะโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ